よう、テラちゃん。時刻7時48分です。おはよう、テラちゃん。外がかなり眩しくなってきましたね、浜松町。この時間からコメンテーターは情報戦略アナリスト山岡哲秀さんです。山岡さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今朝の山岡さんのシャツは涼しげですね。はい、ちょっとこれは沖縄で購入したものを今日は着てきました。はい、そうなんですね。はい、薄紫色のこの柄がね。そうですね、いわゆる仮牛脂。はいはい、はい、素敵ですね。ありがとうございます。そうやって半袖でもそういう今日も真夏日になるっていう ね、30度を超えるという、そういう季節。まだ東京は5時台にも申し上げましたけれども梅雨入りはしてないんですけども、ここ連日ですね、真夏日続いてます。30度以上が続いてます。さて、山岡哲秀さんにいろいろとお話を聞いてまいります。まずこの福島県の沿岸部でですね、水揚げされた魚が6月上旬タイ・バンコクの飲食店向けに輸出されました。東京電力福島第一原発の事故の後、現地の商業施設でイベントを開いたことはありましたが、一般消費者向けの鮮魚の輸出は初めてです。相馬市の松川浦漁港で今月2日に水揚げされたヒラメ、スズキ、メバルの合わせておよそ13キロを輸出しました。4日にバンコクに空輸され、現地の百貨店に入る高級寿司店で提供されました。今回の輸出、東北の食産業を支援する一般社団法人東の食の会が仲介したものです。バンコクで水産物の流通販売網を持つ日系企業と組んで出荷にこぎつけました。現地の消費者の反応を見ながら順次供給量を増やしたいという考えだといいます。いやだけど福島のこの鮮魚、ようやく一般消費者向けの輸出と山岡さんなったわけですね。そうですね、ものすごく涙ぐましい努力をされていると思いますよね。はい、でこの福島県の沿岸漁業をめぐっては2012年6月に海域やこの出漁日数をですね制限する試験操業というのが始まりました。魚介類放射性物質の濃度を検査して安全性はもちろん確認して出荷続けています。続けているのですが、2020年の水揚げ量事故前の2割未満にとどまっています。地元の漁協は今年4月から水揚げを段階的に増やす方針だが、国は4月に福島第一原発の処理水の海洋放出を決定しています。放出2年後に始まる見通しで関係者影響を心配しています。この処理水の海洋放出決定ということなんですけども、これ山岡さんどういうふうにご覧になってますか。はい、これはですから政府としてはですね、風評被害をとにかく起こさないように全力で努力しなきゃいけませんね。ですからこれ具体的なデータをきちんと示して、韓国や中国がやっていることと比較しながら、これはもう遠慮しないでね、はっきりと示していくべきです。それを繰り返し繰り返しもしっかりやる、これは政府の責任ですね。世界の原発といえばやはりね、その海に放出しているのはこれ事実ですし、そのデータもだ、日本なんかはその中でも薄めて海に放出するという、これ先日までのこのニュースでも伝えられておりますが、それでも批判してくる国がいますからね。そうなんですよね。それも批判してくるのは批判してきますから、徹底的にそれをやり返さなきゃいけません。そうですね。続いてはこちら行きましょう。日本政府関係者によりますと、北海道稚内市沖で操業中、ロシア国境警備当局に連行された底引き網漁船が日本時間昨日午後3時25分ごろ、係留先のロシア極東サハリンのコルサコフ港を出港し稚内港に向かいました。乗組員14人全員が解放されました。この乗組員全員が解放されたというのは一安心ではあるんですけどもね。そうですね。ただですね、ロシア国境警備当局10日日本側が罰金600万ルーブルと言いますからおよそ910万円の納付手続きを完了したことを受け、日本の漁船をロシアの領海から追放したと発表しています。
でロシア国境警備当局、日本の漁船がロシアの排他的経済水域内で違法に操業していたと、ロシアはこういうふうに主張してるんですが、一方日本の外務省は日本の漁船は日本の排他的経済水域で操業していた、これを確認したとしていて、これはもうずっとロシア側に抗議していました。ですからこの日本の漁船、これは日本の排他的経済水域内で操業していたのに、なぜかこのロシアの国境警備当局に連行され、その上罰金まで取られるという、これはおかしな話ですよね。そうですね、ですからこういう時というのは、まあ、この宗谷海峡のあたりというのは、このいわゆるサハリンですね、に近くて、なんかこう微妙なところですよね、はい、ですからその GPS 等のデータをきちんと公開して、本当にその船がどこで操業していたのか、はい、ただ主張していますだけじゃなくてですね、こういう時にそのロシアに抗議してますだけじゃなくて、一般にデータ示すべきですね、地震があるなら、そこまでやんなきゃダメです、そうですね、地震があるんだったらね、地震があるんだったらもうどこで操業していたとはっきりと、示すべきですね、ラジオ機の方の中にはね、だったらその地震があるんだったらその罰金なんかも払わなくていいじゃないかとお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、ただこの14人の方々はずっとこの拘束されているわけですからね、それとのこの天秤にかければ、いやここはその納付して、そして解放してもらおうという、こちらが優先されたと推測はされますね。そういうことですよね。でもその代わり、それでも、それは人道的な観点からやったけれども、払ったけれども、しかし、譲らないというところは示さなきゃいけませんね。そうですね、まあ、このお互いに排他的経済水域があってと、まあ、こういう今回のケース、普通だったらその中間線あたりでね、大人の感覚ですと、その以内なのかどうなのかっていうところで取り締まりが行われたりするんでしょうけど、まあ、そのあたりもしっかりとこの日本は明示してほしいですね。しないとどんどんやられます、そうですね、この先も、さあ続いてはですね、来年3月に実施される韓国の次期大統領選挙で、与党共に民主党の最有力候補とされているイ・ジェミョン氏が自身のフェイスブックで、東京オリンピックの公式ホームページの地図に韓国が領有権を主張する島根県の竹島が掲載されていることに関連し、東京オリンピックへの参加についてボイコットすべきと主張したとしています。日本の非常識な態度が続くことで、国民の意見はボイコットの検討が避けられない段階まで来ている、まあ、こういうふうにこのイ・ジェミョン氏が主張したと。でこのイ・ジェミョン氏はですね、韓国の調査会社が10日に発表した調査で、次期大統領にふさわしい候補として 23.1% の支持を集め、与党内では 9.7% のイ・ナギョン元総理などを大きく引き離しているとしています。このボイコット発言ですが、山岡さん、これはどうお考えですか。こういう時に日本政府はですね、てか日本人はですね、往々にして、もうバカなほっとけみたいなね、そういう態度取りがちなんですよ、それがまあ日本的には大人なんですけれども、こうむしろこういう時はですね、いやムンジェイン大統領がですね、このオリンピックに合わせて訪日してですね、そして菅首相と会いたいと言ってきてるけれども、もしボイコットするんだったら、いついつまでに、明確にしなさいと、こちらの事務手続きがありますからと、そういうふうに一言返すべきですね、私だったらそう返します。そうですね、それは事実なわけですからね、事実ですから、お宅の大統領こう言ってきてるけど、ボイコットするなら、じゃあいつまでにちゃんと答えてと、やっぱり言われたら言い返さなきゃダメってことですね、さらっと、感情的になる必要がある、淡々と事実を並べて、でこのイ・ジェミョン氏はですね、オリンピックに向けて準備してきた韓国の代表選手に与える影響がどれだけ大きいか国民は分かっているが、それ以上に日本が蛮行よろしくない行いですねを続けていると認識している、まあ、こう言いました。まあ、さらに IOC 国際オリンピック委員会には速やかな対処をすべきと要求しています。2018年の平昌冬季オリンピック開催の時に韓国と北朝鮮が使用した統一旗、ここに竹島が描かれていたことに日本が抗議し、 IOC が韓国側に削除を勧告してそれに従ったとした上で、今回 IOC が対応しないのは中立ではなく日本の主張に同調しており変更だと批判したということですね。
この IOC の対応が中立ではないというところまで批判しているようなんですが、これはということにですね、はい、日本としては別に関与関心を示す必要は全くなくて、はい、さっき申し上げたように単純に、はい、そうですか、じゃあいつまでに決めてください、はいはい、それでいいわけです。言い続ければ、はい、もう決めてください、いつまでもねと、はい、ということなんですね、はい、それをパンと返しておくということですね、はいはい。まあ、これあくまでも推測の域は出ませんけれども、その次期有力候補と大統領選のイ・ジェミョン氏ですから、うん、まあ、日本叩くことによってってことですよね。そういう人気取りをしようというパフォーマンスですよ、ね、はい、だから逆にそれを逆手にとって追い詰めるってことですよ、はい、はうん、そう言うんだったらはっきり決めなさいと、いつまでも言ってないで、はい、まあ、言わせるだけじゃなくてね、そうです、そうです、はい、しっかりと返すとこは返さないとダメだってことですよね、はいはい、さらりとですよ、あ、さらりと、さらりと、しかしかっちりと、はい、感情的になる必要はないんです、さらりとかっちりと、さらりとかっちり、感情的にならずに、はい、ここが、あ、大人だなって感じはもちろんしますよね、はい、クールって感じもしますね。これがやはり外交でも大事なんですね、はい、それをタイミングよくですね、はあはあ、はい、そうか、タイミングもあるんですね、はい、そうです、はい、間もなく8時です。8時になりました。6月11日金曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しが眩しくなってきました。浜松町 22.7 度、南寄りの風が3メートル吹いてますね。湿度 74%。 今日も関東晴れて暑くなるでしょう。午前中霧が発生しているところありますが、日中晴れそうです。にわか雨もなく洗濯日和となりますね。最高気温東京や埼玉で30度、4日連続の30度以上真夏日ですね。横浜で29度、昨日と同じくらい。熊谷、前橋は5日連続の真夏日となりそうです。土曜日曜も晴れ間があって、日中は30度くらいまで上がるでしょう。東京地方今日は晴れ時々曇り、降水確率午前午後ともに 0%。 明日も晴れ時々曇りでしょう。現在濃霧注意報が千葉、茨城、栃木に出ています。今朝のコメンテーター、情報戦略アナリスト山岡哲秀さんです。山岡さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。北朝鮮の金正恩総書記が痩せたのではないかということが話題となっています。北朝鮮専門サイト NK ニュース、金正恩朝鮮労働党総書記が、今月の党中央委員会政治局会議に出席した際の写真映像を分析し、痩せた可能性があると報じました。健康に問題があるのか、意図的な減量なのか、これは分からないとしています。で、高級時計をはめた金総書記の手首の写真を、同じ時計をしていると見られるこの去年11月と今年3月の写真で比較をし、今月の写真では以前より内側の穴を使っており、以前より内側の穴を使っていて、手首が細くなっていることが分かると。痩せた背景について各国の情報機関が関心を寄せているということですが、金正恩総書記の痩せたのではないか報道ですが、山岡さん、もうこういうとこまで見られてる人物なんですね。痩せても太ってますよね。笑っちゃいけないか、はい、痩せても太ってますね、確かに。まあ、この、はい、総書記ですね、はい、しばらく公の場に姿を現さなくて、はい、で、まあ、その間に、まあ、何らかの手術を受けたことは確かなようですよね、はい、ですから、現時点で、この、まあ、時計のバンドは結構ですけども、はい、やるんだったらそれだけじゃなくて、もっと詳細にわたってですね、チェックしてほしいと思いますよね、はい、これだって人相もね、なんかちょっとそうなんですよね、なんかね、トランプさんと会った頃と随分、はい、
顔が違うな、兄弟かみたいな、ね、印象受けるじゃないですか、はい、素人目にも、はい、ですからだからもっとあの今はあの AI 分析できるはずですから ね、 きちんと顔の表情から、まぶたからほっぺたからですね、はい、その手首だけ言ってないで、きちんと網羅的にやってほしいなと思いますよ ね、 一時はその影武者説みたいなのも出たりとか、はいはいはい、でその後にはやはり本物説みたいなのも出たりとかね、ですよね、まあ、だからもっとちゃんとやってね、もうちょっと結論的なこと言ってほしいなと、その手首がちょっと痩せた痩せないだけで、ちょっと物足りないですね、はい、まあ、北朝鮮といえば今頼るのは中国だけみたいなことも言われてますけど、その中国ですけれどもね、この動きです、あの山岡さんの著書バーサスチャイナ第3次世界大戦はすでに始まっている、こちらがですね今週火曜日にハート出版より発売となりました。山岡さん、この本はどういう内容なんでしょう。はい、この本はですね、この中国の厳然たる脅威というものですね、はいはい、これも日本も相当やられています、世界もやられています、はい、もちろんオーストラリアものすごくやられました、はい、しかしそこからなんとか今あの反転攻勢に出て戦っているわけですけども、それをですねやはりあのより多くの方が理解しないことにはどうにもならないわけですね、はい、一部の人が理解しているだけではいけない、ですので今回の本は、高校生とかですね、はい、大学生はもちろん高校生の方でもスラッとこう読めるように、はい、それを意図してあの平易な文章で分かりやすく書いたつもりです。そうです、はい、そういう趣旨で書きました、はい、もちろん中身はあの濃いんですけども、しかし読みやすいと、はい、そのコーヒーを片手にですね、スルスルっとこう読めるというそういうコンセプトで、はい、出してます。そうですか、はい、それは今のお話聞いただけでも読んでみたくなりました。ぜひお願いいたします、ね、あのくしくも今日から G7 が始まって、はい、対中国のこういう話も間違いなく出てくる、これがメインと言っても過言じゃないですね。そうなんですよ、でそういうことを理解する上でですね、その基本といいますかベースを網羅していますので、はい、ぜひ一人でも多くの方にお読みいただきたいと思います、はい、ハート出版から今週火曜に発売となりました山岡さんの本バーサスチャイナ第3次世界大戦はすでに始まっている、ぜひお読みになってください。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時6分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻8時11分です。おはようテラちゃん。この時間のコメンテーターは情報戦略アナリスト山岡哲秀さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。産経新聞、 G7 対中ロで結束が焦点。先進7カ国首脳会議 G7 サミットが今日イギリスで開幕します。対面形式による3日間の日程、サイバー攻撃に対する行動計画の策定ですとか研究データの流出防止に向けた共通の方策について協議される見通しです。民主主義陣営としての結束を示し、中国やロシアの攻撃的行動に対抗する具体策、これを打ち出せるかが焦点と出ています。ただ対中国の政策では、中国との経済関係を重視するドイツ、イタリアが中国に対して毅然とした姿勢を打ち出すアメリカバイデン政権と足並みを揃えられるかどうかですね、このあたりも指摘されています。G7 対中国ロシアで結束ができるのかなんですが、山岡さん、このあたりはどうご覧になりますか。いや、これはもうあの非常に重要なですね、はい、まあ、分水嶺を迎えたということだと思いますね、はい、で特にあのドイツですね、はい、これはあのメルケルさん辞める前にですね、しっかりとですねこれまでとは一線を画して、はい、これまでのその経済市場主義からですね、はい、この安全保障ということ、これをきちんと考えて他の国々と足並みを揃えて、民主主義陣営の
まあ、国益ということですね、はい、これをしっかりと踏まえたポリシーを打ち出していただきたいと思いますね、これまでフォルクスワーゲンのセールス命みたいな、独裁国家だけども車が売れればいいじゃないかと、はい、そういう姿勢できたことは事実ですからね、ドイツが鍵を握ると思います、はい、あとはそのイタリアという国名が出てきました、はい、まあ、ドラギー首相ですか、はいね、が、まあ、じゃあどういうふうに出るかってことですね。それもありますね。イタリアとかですね、まあ、G7 でありませんがスペインですとかね、はい、まあ、この辺はですね、もう下手したら失うことも想定しなきゃいけないと私は思いますね。そうですか、はいはい、もうかなりもう腰砕けになってですね、はい、やられてしまってるんですよ、中国にですね、しかしイタリアに関しては、まあ、本当に往復ビンタしてでもですね、はい、引っ張ると、しかし彼らには大きく多くは期待できないというリスク要因であることは間違いないですね。そうですね、はい、その G7 サミット、中国めぐっては新疆ウイグル自治区での人権侵害、香港での民主化の排除、こちらが討議される見通しです。中国が台湾への軍事的圧力を強めていることを踏まえ、サミットでは台湾海峡の平和と安定の重要性、こちらを首脳宣言に盛り込むことも検討しています。このあたりも注目ですね。もうこれやらなきゃダメですね、はいはい、もう後戻りしようがないことなので、はいはい、日本もですね、この中で唯一何の制裁もはおろかですね、はい、非難決議も出せずにずるずると来ているのは日本だけということですから、はい、日本 もう覚悟を決めなきゃいけませんね。そうですね、これジェノサイド条約ですか、はい、ね、これで結局、残る6カ国、今回の G7 の6カ国は制裁を課してますが、中国に、はい、日本だけやってませんもんね。もうそういうところでいくら忖度してもですね、はい、中国側はそれを別に忖度はしてくれないわけですよ、はい、そうですね、はい、はい、なかなか。また後ほど G7 に関したお話を伺う予定です、はい、続いてこちら行きましょう。読売新聞、中国が反外国制裁法。中国の立法機関全人代の全国人民代表大会の常務委員会は10日、外国による中国への制裁に対抗措置を取るための反外国制裁法、こちらを可決し即日施行されました。アメリカ、ヨーロッパが新疆ウイグル自治区の人権問題や香港情勢などで対中圧力をさらに強める事態に備え、中国が打ち出す対抗措置を正当化する動きだとしています。反外国制裁法、これは外国政府が発動するこの対中国の制裁について執行したり協力したりした組織、あと関係者を相手取って権利を侵害された中国国民や組織が中国の裁判所で損害賠償を求めて訴訟が、まあ、提訴がですね、することができると定めています。また外国からの制裁に統一的に対応するための仕組みを中国当局が作るといいます。でこの対中国制裁を発動した外国の組織や関係者、その配偶者には中国への入国禁止ですとか国外退去、中国国内の財産の凍結、まあ、こんな措置を取ることができるとも決めています。中国、対中国への対抗措置を取ってきたってことなんですね。はい、ここで、まあ、反外国制裁法ともそのままズバリのですね、はい、この随分露骨にですね、これはいわゆる戦狼外交のもう現れのように見えますよね、しかしここで制裁法と言っても別に、初めての動きとは言えませんね、はい、すでにですね、外国貿易管理法ですとか、はい、もうかなり強硬なですね、手段を取ってきているわけなんですよ、はい、ですから先ほど忖度しても仕方がないと申し上げたのはこういうことで、相手はどんどんこういうことをやってくるわけです、そして例えばじゃあ人権問題を解決すればですね、はい、人権侵害しなければ問題ないわけでしょ、はい、でも人権侵害じゃないと、非難されたら制裁すると、はい、それが中国のスタンスですから、これはもう和解のしようがないんですね、はいはい、そのことはもう前提として捉えないといけません。もうこういう国で、こういう状況
だということですね。はい、はい、そして全人代の常務委員会ではですね、中国当局のデータの統制を強化するデータセキュリティ法、これも可決成立しています。この法案によると、中国の国外であってもデータ収集や転送が中国の国家の安全を損なうと判断された場合、法的責任を追及されるということです。まあ、こちらは中国のデータを扱う日系企業にも影響する可能性があると。もちろんですね、これはだから、外国のデータは盗みまくるけど、自分たちのものは盗まれないようにしますと、そういうことですね。ですからこちらも盗まれないようにきちんとしなきゃいけないということなんですよ。あんなゆるゆるなことをやっていてはいけない。最近の LINE の問題もありましたよね。向こうはやってくる、しかしこちらにはさせないというのが、この中国のスタンスだということですね。まあ、先ほど韓国の話題でも先ほどお話しいただきましたけれども、やはり何かやられたら何かやる、もしくはやられそうだと思ったらもう事前にしっかり準備してるっていう意味では、まあ、中国ってのはしたたかですね。改めて。そして一切妥協する余地はないと自分たちで言ってるわけですよ。もう決めたと、そうです、いうことですよね。態度を改める気はありませんということです。もう決めたものに関してはもうこうですからということなわけですね。とことん対抗するということです。そうですね、となると、そのロシアの例といい、その韓国への例といい、日本は今まで甘すぎましたね。いや、もう大甘ですね。まあ、大甘だからこそ舐められた部分というのはあるんでしょうからね。まあ、今後存続できなくなってしまいますね、今のやり方ではですね。そうですね。この厳しい現実を踏まえなきゃいけません。はい、続いてはこちら。朝日新聞、上海市日本人含む9万人情報監視リスト化。中国上海市当局が少なくとも9万人の個人情報データなどをウイグルテロリストと名付けて保管していたと見られることが、オーストラリアのサイバーセキュリティ会社の調査で分かりました。リストの一部には日本人895人も含まれていて、上海市当局が作った監視対象リストの一部と見られています。で、このデータは複数のリストに分かれていまして、科学技術局ブラックリスト、まあ、こういうふうに名付けられたものには、中国籍とみられる1万人の氏名や身分証明書の番号、こういった個人情報がですね、記載されていて、うちおよそ7600人がウイグル人でした。で、また出入国管理局の作成とされるリストには、2018年と2020年に上海の2つの空港を出入国したおよそ1万人のパスポート情報ですとか、出入国の日時がですね、記載されていたといいます。で、うち5000人余りが外国籍で、日本人が895人、最も多く、アメリカ国籍697人、韓国籍673人と続いていました。政府関係者、データに記載されていた日本人はすべて実在すると認めています。大手の商社、あと電気繊維メーカーなど、こういった社員が比較的多く含まれていたと述べていますが、知らないうちに監視されているってことですよね。これはそういうことです。これたまたま上海ですけれども、至るところでこういうことはされているわけですね。この手のニュースは決して新しくはないですね。で、ここで気をつけなくてはいけないのは、私たちですね、別に一般人は、ちょっとやそっと情報を捉えたってどうってことないやと思いがちなんですよ。ところがですね、例えばですよ、ここで商社電気繊維メーカーの社員の方々、あるいは公務員ですとか、社内とか、あるいは役所の中でどういう情報に接するかわからないじゃないですか。そして今日ですね、民間技術も容易に軍事転用できる、軍民融合とあります。ですから何が重要になるかということは、これは一概に言えないわけです。ですから、いつ自分がマークされるか、これもわからないんです。ですから決してですね、油断してはいけない、まあ、自分なんかと思ってはいけないんですね。そしてこの断片的な情報がですね、このビッグデータというように至るところにあるわけ、分散してるわけですけど、これ手で集計したら何年もかかる。ところが今 AI で一瞬にしてですね、例えばこの寺島さんという人のプロファイリングができるんです。いつどこで何をして、誰に会って、どういうことをして、どういうポジションにいて、何に接してと。だからそれは一瞬にして、
極めて、重要なブラックリストの一部になる可能性が誰にとってもあるということなんです。そうなんですね、はい、だからその、まあ、例えば私なら私が、平平凡凡と毎日過ごしてても、はい、まあ、いろんな変化は確かにありますものね、はい、そこで例えばその向こう側から利用価値ありと見たときには利用してくる、はい、っていうことなんですね。ご自分では平平凡凡と思ってるかもしれませんけども、はい、さあ自分ではそう思ってても、はい、向こうから見たら、いつ何時有用になるかわからないわけですね、はい、そういうことなんですね、はい、データにはその他にもですね、中国国内で前科がある人らおよそ1万人のリスト、爆発物、化学物質を扱う976社の従業員のおよそ6万人の名前、身分証番号の情報もありました、うん、上海市内に多数設置している顔認証機能付きの監視カメラ、これを使うと対象者の行動を常に監視できるといいます。中国のこうした監視体制、これ、ま、今に始まったわけじゃないわけですね。はい、もう始まったわけではないし、またこれをどんどん強化してるわけです、はいはい、ですから、もうただ単に顔を認証するだけじゃなくて、はい、その表情の動きから感情を読み取るとか、はあはあ、そこまでやるわけですよね、でしかもこの最新の技術を使って、はい、ものすごい数の情報を同時に一瞬に処理することはできるということです、はい、ですから事実上プライバシーはない、中国に入ったらもうプライバシーはゼロというのが現実ですね、はい、また日本に至って抜かれてるところは抜かれてるわけですもんね。抜かれまくりでしょうね。抜かれまくりですか、はい、まくられちゃってるわけですもんね、はい、はい。さあ、それではですね、ここからは山岡さんにこのテーマで話を聞きます。 G7 サミット、中国への包囲網は築けるのか。日本、アメリカ、ヨーロッパなどの国による先進7カ国首脳会議 G7 サミットがイギリスの現地時間で今日ですね、夜、日本時間の今日夜開幕します。対面での開催はおよそ2年ぶりです。で、新型コロナウイルスの世界的流行の収束を目指し、途上国を含むワクチンの公平なこの確保への協調姿勢、これを打ち出すほか、覇権主義的な動きを強める中国をめぐっても幅広く議論する予定です。で、中国が軍事的な威圧を繰り返す台湾問題では、台湾海峡の平和と安定の重要性を訴えて首脳宣言への盛り込みを目指します。 G7 首脳の成果文書に台湾が入れば、これは初めてです。で、台湾への軍事的威圧に反対する立場で足並みを揃え中国を牽制する動きですが、まあ、先ほども少し伺いました、山岡さん、改めていかがでしょう。はい、これはもう正念場ですね、はい、ここで、重要なことはですね、はい、この民主主義、自由民主主義陣営で結束しなくてはいけない、はい、もちろんですね、で、この時に数は少ないんですよ、実はね、はい、もうすでに中国の支配下に入ってしまっているような小国がたくさんある、はい、ですから数の上では向こうの方が全然多いんですね、はい、で、これからどうするかということはありますけども、しかしまずはたとえ数が少なくなってしまっていても、この自由民主主義陣営でしっかりとした結束を作らなきゃいけないということですね、はい、その時にこの経済的なことが常にネックとなってくると、はい、この中国の脅威というものがソ連の脅威よりもはるかに強大だと言われるゆえんがこの経済ですね、はい、この経済的影響力、だから切り離すことはできない、はい、ソ連のように鉄のカーテンの向こう側の敵じゃなくて、すでにこちらの国境の中に入ってきてる敵なんですね、はい、だからさっきもありました、イタリアもうぐちゃぐちゃになっています、オーストラリアも危なかった、日本もちろんものすごくやられてるはずですね、はい、そういう、難しさがある、経済一番大事ですから、はい、そのことを踏まえて、きちんともう意思決定しなきゃなりません、はいはい、それがどこまでできるか大きな鍵ですね、具体的には今そのイタリアというのが出てきましたけども、はい、そのイタリア今の状況を変えさせるという立場に取るならば、その G7 残りの6カ国でいや説得して、で、まあ、その中国じゃなくて我々と組もうよっていうふうに改めて唱えていくということですね。そうです、目を覚ましなさいということをきちんと言わなきゃいけないですね、はい、そしてやはりメルケルさん、先ほども言いましたけどね、はい、ドイツ、はい、ドイツ、ここはしっかりしてほしいと、もう膝を詰めて談判するようなですね、気概を本来日本の首相にも持ってほしいですね、はい、まあ、そのドイツ、メルケル氏はですね、この秋ですか、今年中でもうね、退任ということですから、はい、まあ、どういう気持ちで臨んできてるのかっていうのも、もうその前にしっかりとですね、
まあ、伝説に残るですね、はい、レジェンダリーな、ヨーロッパのリーダーとして退陣するんであれば、ここはしっかりと自由民主主義陣営のためにですね、礎を築いたと、そうしてそうしなさいと、はい、これはやっぱり本来日本の首相がですね、説得しなきゃいけません。あ、そうですね、はい、あなたが歴史に名を残したいんだったら、はい、この決断ですよ、そうです、というくらいのことを言わないと、はい、フォルクスワーゲンの営業に専念した人として去るのはやめなさいと言わなきゃいけませんね。中国に対してってことですね、はい、さてその軍事経済両面で台頭する中国にどう向き合うかがサミットの主な焦点です。菅総理は東南シナ海問題では中国の現状変更の試みに反対する立場を示し、各国の賛同を得たい考えです。ただ対中国の姿勢には G7 の中に今も指摘した通りばらつきもあります。先月の G7 の外務大臣会議では中国への懸念は強調されたんですが、中国に必要以上の心配を抱かせる内容、これはほとんどなく、具体的な行動を取るには至らなかった、まあ、こういうふうにイギリスのメディアは伝えています、うん、経済的利益を重視する一部の国が中国からの報復を恐れてより厳しい表現を用いることに抵抗した、まあ、こういうふうにも伝えられています、まあ、一時オーストラリアがやられて、だからそれを見てると、うちもこれやられちゃうんじゃないかっていう恐れしさがあるんですかね。まあ、もうやられてるわけですけども、ただですね、ここで本当に各国理解しなきゃいけないのは、こちらがいくら忖度しても、先ほどニュースにあったように、はい、中国側はもうどんどんやってくるんですよ。そうですね、はい、もう貿易も管理する、人の技術は盗むけど自分たちのものは渡さない、はい、何か人権等で口を出してきたら報復する、制裁する、はい、もう外国制裁法、はい、そうです、相手はどんどんやってくるんですね、ここでこちらが忖度してももう遅いんです、はいはい、そのことを各国よく理解しなきゃいけませんね、はい、そしてこの新疆ウイグル自治区での人権問題、あと香港情勢、うん、これは G7 が懸念を示す見通しです。中国共産党政権による人権侵害、香港の選挙制度見直し、この動き改めていかがですか。これはもうですから香港は事実上、まあ、死んだと言いますかね、はい、死んだということの意味は、中国化したということですよね、はいはい、これは香港の行政府にですね、はい、任せていてもいつまでたっても民主化を抑えることができないと、はい、その国内と同じような統治はできない、まあ、当然なんですが、はい、まあ、だからああいう強硬なですね、措置に出て、まあ、事実上弾圧してしまったわけですよね、はい、ですから天安門事件に対する抗議 もう絶対できない、それをした人はもうすぐに逮捕されましたね。ですから、まあ、中国の支配下に落ちるということはそういうことを意味しているわけです、はい、だから日本だってそうなるわけですね、香港はそういう意味でもう中国の一部というか中国に溶け込んでしまったと、そういうことですね、で今回この G7 で特にこれポイントは日本ですよね、はい、ここで日本がですね、はい、もたもたしてですね、まあ、先ほどお話ししたように、はい、非難決議も出せない、そしてまた間違っても菅首相に言ってほしくないのは、はい、日本としては、台湾と中国の両者間における話し合いによる平和な解決だったら、それができるんだったら苦労しないんですから、ここまで状況を追い詰められてるわけですからね、はい、菅首相には私の本送ってませんけど、この厳しい現状を認識するならば、また日本の置かれた立場をですね、はい、認識するならば、そういう安直なことは本当に言ってほしくないと思います、はい、そしてですね、サミットでは中国の巨大経済圏構想の例の一帯一路の対抗策、うん、これも協議する方針で、G7 の諸国がですね、持続可能で透明性の高い仕組みで協調融資を行うことなどを模索しています。で、中国は2013年から進めてきた一帯一路事業というのは、中央アジア、ヨーロッパ、アフリカ70カ国以上ですね、道路ですとか鉄道、あと海上インフラですね、こういったものでつないで新たなシルクロードを築こうじゃないのという構想なんです、うん、で、この投資支援を受けている100以上の国のうち、半数ほどがアフリカに集中しているということもあります。あとその中国はですね、一帯一路区間に位置している開発途上国などを相手に融資
資します。融資に条件を出すんですね。で、道路鉄道港湾などのインフラ整備を積極的に支援するなど開発を促進してきています。で、そしてアフリカに集中している。不正の腐敗がこの蔓延しているアフリカで、ほとんどの国の指導者たちは重いこの責任が要求される西欧主導のこの世界銀行または IMF ですね、国際通貨基金よりもこの柔軟な一帯一路からの資金調達を好むという指摘もあります。まあ、そんな中ですね、ですから、まあ、緩いというふうなイメージを持っている一帯一路に対して厳しいというイメージを持たれているこの西側です。 G7 の諸国が入り込む余地、これはどうですか？これは相手を見てですね、はい、個別対応しなきゃいけないと思います。はい、この、まあ、ご存知のように一帯一路と言ってもですね、はい、これは、まあ、債務トラップと言われるようにですね、はい、このお金を貸す上での審査は甘いと、ところが払えなくなったら身ぐるみ剥がれて持ってかれてしまうという、ね、港取られるね、はい、非常に恐ろしい、ヤクザのような商売ですよね。でそのことで、嫌気がさしている国々もありますね、はい、そういうところはしっかりとじゃあこちら側に来なさいということをやる、はい、しかしここで指摘されているようにアフリカ等でそもそも国が腐敗していてですね、はい、もうまともな運営ができない。ですから、まあ、西欧主導のものとなりますと当然しっかりしたルールがあるわけで、はい、それをフォローできない国もあるわけですよね、はい、そういうところをどうするか、そういう時にもその国の自立を願うというよりも、じゃあそれは港のこのインフラはこっちで作るから、はい、その代わり賃貸料こういうふうに払いなさいとかですね、はい、その相手によってはもうやり方を変えていくということが必要でしょう、はい、それでも一定の国は落ちてしまうと思います、はい、それは覚悟しなきゃなりませんね。まあ、その一つの例としてはスリランカがあってね、中国の支援を受けていたインフラ整備に乗り出していたスリランカが、借金借りたお金きちんと返せないで、そして建設した港の運営権2017年に90数年ですよね、中国企業に明け渡したなんていう、まあ、債務のトラップ罠とも言われてますが、まあ、これをだからどうするかと、まあ、実はギリシャなんかもそうなんですよ。そうですか。で逆に、いやよく運営してもらってるなんてね、そういうことを平気で言ったりするわけなんですよ、はい、ですからそれはやはり全部は取り返せないですね、はい、でもそれどこまで取り返していけるか、しかしその時に鍵となるのは、やはりその先ほど申し上げたようにこのまあ、まともな自由民主主義陣営の先進国がどれだけしっかりと、はい、タッグを組んでるかですね、チームとして結束しているか、これが大事ですよ、はい、これはダメだったらもう全部ダメです、はい、しっかり固めた上で一国一国しっかり見てこのオセロゲームのようにですね、はい、ひっくり返していくってことですね。ですから今回の G7 はですね、まあまたやってるわじゃないってことなんですね。じゃないですね。僕らも正念場だし、もう日本も本当にしっかりしなきゃいけません。そうですね、はい、はい。時刻8時35分です。文化放送おはようはい。時刻8時38分です。今朝のコメンテーター情報戦略アナリスト山岡哲秀さんです。中国 G7 このポイントは対中国だっていう山岡さんのお話、おそらくご理解いただけたかと思いますが、その山岡さん、バーサスチャイナ第3次世界大戦はすでに始まっているという本をですね、今週ハート出版から発売されました。ぜひお読みになってください。さて中国となるとロシアというのもね、この話には出てくるわけですが、在日ロシア通商代表部の職員に渡す目的で軍事技術関連などの文献を不正に入手したとして神奈川県警昨日70歳の男を逮捕したと発表しました。神奈川県警外務省を通じてロシア大使館に職員を出頭させるよう要請しています。発表によるとこの男2019年7月から12月の間利用目的を偽って国内のデータベースサービス会社に会員登録し、レーダーを用いた偵察能力の向上や半導体の研究開発に関する日本やアメリカの文献、この複写コピーですね、8点を入手した疑いが持たれています。利用されたデータベース、この国内個人を会員登録の対象としています。男は調べに対し在日ロシア通商代表部の40歳代の男性職員に頼まれて文献を渡したと説明しています。
およそ30年間複数のロシア人に軍事や科学関係の文献を提供し1000万以上を稼いだとも供述していると。まあ、国内の個人が対象のデータベースサービスで取得したデータがロシアに提供されていたということなんですけども、いやこれなかなか気づくのは難しいでしょうね。でもですね、まあ、30年間で1000万円ということは1回あたりあまり大した金額じゃないですよね。まあ、そんな感じでよくやるなと思いますけれども、ここであの不正に入手したとありますよね。では何がどう不正だったのかということですよね。でこれは国内の個人を会員登録の対象としていながらいるわけですが、まあ、利用目的を偽ったということですね。ということは何かその適当な利用目的を言ったらですよ、登録できちゃって、そして情報にアクセスできるのかと、でその程度のセキュリティでどれだけ重要度の高い、あの情報が、アクセス可能だったのかということ、入手できるか、そのことをあの検証しなくてはいけませんね。ですからあのとにかく日本の問題として全体的にこのセキュリティレベルが低すぎるということになるわけです。それを高めなければいけません。そこが問題ですね。それはできるはずです。できる。今朝のコメンテーター、情報戦略アナリスト山岡哲秀さんでした。山岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。